第38回ユーロビジョンソングコンテストは1993年5月15日にアイルランドミルストリートのグリーングレンズアリーナで行われた。制作は RTE アイルランド放送協会。プレゼンターはフィオナーラ・スウィーニー。放送時間3時間2分。ミルストリートは人口わずか1500人。開催地としては過去最小の街となった。 イギリスのメディアは、アクセスの不便な同地での開催を、牛語野党と抽象的報道を行っていた。1991年に、ソ連が崩壊すると、東欧諸国が次々に民主化したことにより、参加を希望する国が急激に増加した。エブ欧州放送連合は、参加枠を25に引き上げるとともに、旧共産圏から新たに参加を希望する国を対象に、予選ラウンド。 ミルストリート選手権を設けることにした。同予選会1993年4月3日、スロベニアの首都リブリャナ RTS スロベニア放送で開催。以下の7カ国が参加し、旧優語の3カ国が選出された。審査員は、テレビ関係者。以下3カ国の出場回数及び中継テレビ局、一覧。BRTN ベルギーオランダ語放送内数字は、 参加回数不出場ながら本戦の中継放送を実施した曲 STV スロバキアテレビ、ハンガリー MTV、マジャルテレビ TVR ルーマニアテレビ、TVP ポーランドテレビ、マケドニア放送協会新ユーゴセルビア放送、3K 変更なし。各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票。お気に入り順二2 10、8から1点として採点。演目終了後、 国際電話でつながれた各局のスポークスマンが出場順に口頭で発表。プレゼンターが副賞確認し、スコアボードに加算された。2年連続でアイルランドが優勝となった。20位以下の6カ国ルクセンブルク、トルコ、デンマーク、スロベニア、イスラエル、ベルギーが1994年の出場権を失った。 ルクセンブルクはこの年を最後に再度と出場することはなかった。ベルギー代表、バーバラデックスの衣装はあまりにセンスが悪かったため、1997年7以降最悪な衣装をバーバラデックス賞としてジョークで表彰することになった。イコール1994年の出場権を失った国言語、BS イコール、ボスニア語、CO イコール、コルシカ語、 テイコールデンマーク語、カオルイコールフィンランド語、ヒイイコールヘブライ語、コーリーイコールアイスランド語、ポンドイコールルクセンブルク語、ランディットルオランダ語、アワーズイコール、クロアチア語、ウベイコールノルウェー語、エスエルイコール、スロベニア語、テンイコールスウェーデン語、エイイコールエコ、イコール、イタリア語、キイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコールドイツ語、土、イコール、トルコ語、 フッツイコール、フランス語、ホイコール、ポルトガル語出場順に投票を行ったが、マルタは、回戦の不具合から最後となった。各曲の歌詞については以下を参照のことにガルースラッシュ。ありがとうございます。